メインメインはアメリカ海軍の戦艦。当初は走行巡洋艦として分類された。本級はアメリカ海軍が自国の沿岸防衛のために建造した砲塔装甲艦である。本艦の特徴として沿岸航行が主体のモニター艦が主力のアメリカ海軍で初の外洋行動を行える主力艦として建造された。 本艦の基本構造は、艦首水面下に昇格を持ち、平ら館般型船体の前後館般上に、ミリタリーマストを一本ずつ配置し、中央部に箱型の操打環境と2本煙突を配置した。主武装は、本艦の船体中央部に2機の連装式手砲等を斜めに配置しており、1機の手砲が、艦首から艦尾まで、片元180度反対原則の限定された。 範囲に発射できる。この配置は前方及び後方には全手法を向けることができるが、片言方向には極めて限定された範囲しか向けることができなかった。近代戦艦の基本型が完成するまで、イギリス海軍のコロッサス級やイタリア海軍、カイオデリオ級など、各国の主力艦でかなり採用されたものの、後に艦隊が単獣人を組むようになると、前後方向より、 原則方向に対して全手法を向けた方が都合が良いと判明し、その後は用いられなくなった。本館の指揮官は2機の手法等の弾薬庫に挟まれる形で、船体中央部の主要防御区画、ボックス下でる内部に配置されており、石炭線勝円筒管を片ゲーム4機ずつ並列に配置し、軽発機を備え、さらに3段膨張式レシプロ機関を左右1機ずつ、 計2機を組み合わせた二軸推進である。最大出力は9293馬力を発生。速力16.245ノットを発揮できた。石炭を896トン搭載できた。手砲は1895年型マークに25.4センチメートル30口径5装填砲を採用した。その性能は231.3キログラムの砲弾を 最大行角15度で18,290メートルまで届かせられ、8,230メートルで原則走行147ミリメートルを貫通できた。この方を新設計の連装砲塔に収めた。不行能力は、行角15度、深く3度である。旋回角度は、原則方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主方針の不行と砲弾の溶弾。 装填は主に水圧で行われ、砲塔の旋回は蒸気機関を使用、補助に人力を必要とした。砲弾の装填形式は固定各装填で、角度は行角重度で固定されていた。発射速度は2から3分間に一発が発射できた。なお、本艦は小型の船体に、 連装砲塔を2機も搭載したために手法を原則に向けて旋回させると船体がその方向に傾くという悪壁があり、時として行革が不足する運用上の問題があった。副砲は当時の美砲としてやや時代遅れの感があるが、即射性を重視して1885年型マークに6インチ15.2センチメートル30口径砲を採用し、 これを単装砲がで6機を配置した。その他に、耐水雷艇用に、1880年型マークス 15.7cm40 口径砲を単装砲がで7機、1886年型マークス 13.7cm 機砲を単装砲がで8機装備した。対艦攻撃用として 35.6cm 水上魚雷発射管を単装で4機を装備した。 アメリカ合衆国会は1886年8月3日にメインの建造を認可した。1888年10月17日にニューヨーク海軍交渉で寄港し、1889年11月18日に海軍長官ベンジャミンカイトレーシーの孫娘アリス・レーシー、ウィルマー・ディングによって浸水し、 初代艦長アレントエース・クラウニンシールド大佐の指揮下1895年9月17日に収益した。艦の主な活動は東海岸とカリブ海で費やされた。1898年1月にメインはキューバのハバナで起きた暴動に対してアメリカ合衆国の権益を保護するため派遣された。3週間後の2月15日夜9時40分にメインは ハバナ湾において爆発を起こす。後の調査でごトンにも及ぶ方の創薬が艦の前方を吹き飛ばし残骸は湾の底に沈んだ。メインの乗員の多くは艦の前方で就寝もしくは休憩中で二百六十名が爆発と同時に死亡し六名が負傷が原因で死亡した。ーグビー艦長をはじめとする士官居室は艦の後部に位置していたため難を逃げた。 メインには、防衛、国クとして、日本人が8名上官していた。死亡者のうち鈴木記太郎は、キーウェストに埋葬された。他の5名の埋葬地は不明。メイン号爆発事件は、1898年4月に、始まった、米西戦争の原因となった。事件は当時スペインとの回線を要求する、アメリカ国内の強硬派によって、海戦の口実に使用された。 1910年8月5日に議会はメインの引き上げを認可した。1912年2月2日にメインは陸軍工兵隊によって浮上され、1912年3月16日に栄誉式と受賞が行われた後、メキシコ湾に沈められた。アーリントン国立墓地に犠牲者の記念碑がある。原因は今日に至るまで特定されておらず、 諸説がある。いずれも弾薬庫の爆発を沈没原因とする点は同じだが、その誘因として、機雷説、石砕燃料、石炭の自然発火による因果説、対スペイン改正を狙った米国による自作自演説の主に三つの説が唱えられている。米国にとっては、米西戦争の評価とも関連する大問題である。ためか、 依頼何度も大規模な調査と論争が繰り返されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。